と毎回維新の話ですけども、はい、立憲は支持率下げ止まったけども維新は支持率下がるのが全然止まらない。それどうお考え、あ、それで結構面白いのがヤフーニュースで日本維新の会って、検索するともう検証記事がもういっぱい出てきて、検証記事、あ、要は維新の会研究、研究、検証の研究が雑誌とかもそうだし、はい、あと日刊現代も今連載してますし、はい、東洋経済とかもだから注目されちゃったら極物だっていうのが結構見えてきちゃってるのもあると思うんですが、立花さんのご見解をお伺いできればと思います。いや、もちろんその通りなんですよ。だからもちろん東京では維新の会よりも NHK 党の方が票が取れるって時期が一時あったわけですよね。で、だから僕自身も、まあ、その時は何でもかんでも公認してってやってて、それが今逆にあのダメマイナスの要素になってると自覚してるんですけども、で維新さんのまあ候補者とか当選した人のまあ人となりっていうのは僕ももう嫌っていうことを知ってるので、っていう人がやっぱり実際当選しちゃってるんですよね。でそれは地方であろうが今回の国会、まあ実際選挙が終わってから維新の人相当公選法違反で3人ぐらい嫌疑かけられてますよね。3人で済むのかな。であのもちろん僕維新の会の選挙運動を手伝った時期もあるので、まあ、やっぱりちょっと一気にこう広がるとやっぱり粗悪な人がいっぱい出てくるんだなっていうのを、まあ、ただやっぱ時間が経てばメキが剥がれてくるっていうか、逆に期待も大きいから余計ですよね。あの他自民党さんみたいに、まあ、まあこれまで通りじゃなくて維新だったら変えてくれるだろうみたいな、もうね、あのここに来て1日で100万円もらえますとかって言った人が、いや事務費親父からちょろまかしとるじゃないかと、事務所費、もうそんな時点で、いやもうだからありえないことを平気でしてるわけですよ。だからそういうところからしても、まあ、時間が経てば中身がしっかりしてなければすぐに支持率下がるだろうと。だから我々はとにかく一から、まあ、一回崩して、これから地方の議員からしっかりとした人を作っていかなきゃいけないっていう、まあ、そういう意味ではあの他人の他党の失敗というかを参考に、まあ、立憲民主党さんというか民主党さんもやっぱ地方組織全然ないじゃないですか。ですね、だから我々は本当にもうあの来月の春日部のところからもう一度地方議員をしっかりと作り出していく、5年10年20年っていう時間をかけてしっかりとしたいずれ与党に入れる政権に加われる政党になっていこうということで参考にはなっていますね。反面教師だって。そうです。いや、もちろん及川さんの、いや本当に言ってることが矛盾してるじゃないですか。政務活動費とか、文書通信滞在交通費は1年で精算しましょうって言ってるわけですよね。領収書つけて1年精算します。でも一番たくさんもらっている政党助成金はこれは1年で精算しませんって言ってるわけですよね。もうここ疲れたらあなたたち一番大きなところは精算せずに、そんなね小さいとこですよ、大した額じゃないですよ、月100万円なんて、でも正直本当大したことないですよ、文書通信滞在交付に大したことないですよ。国会議員1人に対して450万円くらいの政党助成金が党に振り込まれてるんですよね。でも各国会議員知らないですよそんなこと。もうそもそも政党助成法とかを読んでない人たちだから、だから一番大きなボリュームがあるところについては返さないと。で及川さんがいくら質問しても、もう及川さんの質問には回答しませんという、そういうことなんでしょ。だからそれは長続きせんでしょ。あの松井さんの動画見ていただいたようですけど、あれを公で組織を運営するためには政党助成金は1円も返還しないっていう論理、あれ公に言えると思います？はっきり言ってどう思います？あれ疲れちゃったら、あえて言いますけど、やっぱりね、考え方がヤクザなんですよ、あの人。そういう人なんですよ、もともとそういう、まあ、ヤクザ悪い意味じゃなくてね、考え方が松井一郎さんってそういう人なんで、だからあのそこは
僕自身は彼はもともとそういう人だというのはよく知っているので、びっくりはしないんですよ。もうでもそれは分かる人には分かるんだけども、それは維新を信じたらいいとか人たちからするとね、松井さんの言うことは全部正しいんだと思う人はもうそれどうしようもできないですよね。まあヤクザって言い方は当然撤回しないといけない、撤回しますけども、でも普通にヤンキーのお兄ちゃんですもん。その辺で喧嘩とかしまくってた人が大阪府長とか市長やってるんで、ね、退学されちゃってね。そうそう、だから松井さんらしいっちゃ松井さんらしいんですよ。だからそれが逆に大阪府市民とか府民は好きなのかもしれないですけどね、その矛盾が。結構立花さんも大阪維新の会から知ってるから貴重ですよ、本当。だって松井さんとこちょっと話したことあるんだから。だから4年に辞める人しか探してませんって言ったんですよ、あの人。だって立花さんはマックさんは拘束したでっかい高塚式の彼も知ってましたもんね。高塚全然高いですよ。でしょ。今令和さんが維新キラーになっちゃってますけども、一番党首討論とかな、そういう意味では維新の会の議員さんをめちゃくちゃ知ってるので、その令和さんはあくまでも最初からぶつかってるじゃないですか、でも僕の場合は維新からこっちに来た人もいるし、こっちから維新した人はいないのかな、でももともと僕はもう維新の会のパーティー券も何十枚と買ってるような人間で、複数の人知ってるので、でそういう人たちからいろいろと苦情が来るわけですよね、内部の情報が来るっていう関係なので、まあさすがにね、さっきのガーシーチャンネルじゃないけど言えないこともいっぱい持ってますよ維新の人。それ言ったらさすがにまずいような情報いっぱい持ってますよ。だってね、例えば泉佐野の市長とかあったじゃないですか、女の人のとこ行ってすぐ辞めたり、あれ副党首かな、副代表の人ですよね、今伊佐やったかな、ああいう人だらけなんですよ。だって水道橋博士が松井さんと喧嘩して、あと前も言いましたけども維新の不祥事っていうのを読み上げた、 YouTube ライブで読み上げた2時間かかるなと思って、もう1時間で途中で3分の1説明するまで、もうなんだんなめちゃくちゃな人間が集まっちゃうんですか。だから儲かるからですよ、簡単に言うと。もうこれはもうシンプルに、大体維新の会で移行する人っていうのは儲かるからやるんですよ。これはもう分かりやすいです。維新の場合はいわゆる落下傘とかでやれるわけですよね。でビラを巻いて駅前で頑張ったら維新っていう名前だけで市議会議員とかなれるんですよね。で例えば500万使って4年でいくら2000万とか元か4000万とか取れるので、だから大体皆さん経営者なんですよ維新って。サラリーマン辞めて維新に行った人はまあいないんですよ。そうすると事業がうまくいかないから、もうやけくそで選挙でちょっとこうワンチャン金稼ごうみたいな人たちが行くわけですよ。でその人たちがまた人を集めてくるから、もうまあそういう意味じゃそういう人たち、もちろんそういう人たちは突っ込んでいたら行かれたらいろいろとそれ脱税とかいろんなことやってるっていうのはもう当然のことなんで、まあそれ仕方ないですよ。でもただあれを見て我々しっかり失敗しないしないといけないってめちゃくちゃ思ってますよ。やっぱ反面教師にしてますね。反面教師はすごいと思う。もう知ってるだけにね。例えば国会議員で常にずっと辞職票入れてる人とかも知ってるんですよ。なぜ国会に移行したんですかって聞いたら、まあいろいろと親の関係とかがあってみたいな人もいるんですよね。もちろん近かったから。最近さすがにそんなに維新の人通ってないですけどね。ドクターとかいるじゃないですか、週刊誌でめちゃくちゃ仲いいんで、だからもうさすがにその辺の仲いい人のことは黙ってますけどね。もちろん国会議員になる前から知ってるんで向こうが、だからやっぱりちょっとね維新さんを見てると、これから公認していく人についてはしっかりとハートですよね、本当に国民のためにやりたい、市民のためにやりたいっていう能力だけじゃなくて気持ち、ここのチェックは本当しっかりしていかなきゃいけないと思う。